九子健太郎は、東京都豊島区出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。東京都豊島区菅も出身で、両親は、北海道上川郡新徳町出身。小学1年から野球を始め、中学時代は、豊島シニアに所属。国士館高校時代は、1年秋から長垣隼人に、続く2番手の先発投手となり、 明治神宮野球大会では1回戦の、延岡学園高校戦で、先発投手を務めている。2年春には、第75回選抜高等学校野球大会に、出場し、初戦で、土の上強し広しを擁する愛知工業、大学名電高校と対戦して7回をに安打一失点と高騰するも、0対1で敗退。エースとして迎えた3年夏は、 東東京大会の準々決勝で、星則学園高校に敗れた。高校卒業後は、青山学院大学に進学し、野球部に所属。同期には、井上祐介がいた。1年春から高市春の控えとして公式戦に、出場し、4年秋には、エースとして13試合に登板して2勝を挙げるなど、大学通算3勝を記録した。 大学卒業後は、日産自動車に進むも入社直前にキューブが発表された。キューブに伴い、翌2010年に、日本製 CC の巻に移籍すると、チームのエースとなり、東北二次予選で13回1、3を投げて、防御率1.35の高騰で、チーム史上初となる第81回都市対抗野球大会出場に貢献した。本大会では、 ヤマハとの初戦で先発して、敗れはしたものの内容をスカウトから高く評価され、2010年10月28日に、ドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズから5位指名を受けた。担当スカウトは、八重樫幸雄で、契約金に4000万円、年俸1000万円で契約している。同年に、大学時代の1年上の元マネジャーと結婚。 2011年10月15日、横浜スタジアムにて、左の中継ぎ投手が不足しているというチーム事情に、基づき、2011年の開幕を一軍でスタートした。4月24日の広島東洋カープ戦で2番手として、プロ入り初登板。1回1、3を投げ1アンダム失点に抑え、プロ入り初勝利を挙げた。開幕からしばらくは、 左のワンポイントでの登板がほとんどであったが、5月半ばからは1イニングを任される機会が増えた。7月10日の阪神タイガース戦より9月9日まで21試合連続無失点を続けた。これは1999年の岩瀬一ノに並ぶセントラルリーグ新人投手最高記録であった。11月に左手血行障害の手術を行った。 オフに1300万円増の年俸2300万円で契約を公開している。2014年5月3日の大半身7回戦で NPB 史上2人目、セリーグでは初の対戦打者0人で勝利投手となった。同点で迎えた8回表にし1塁の場面で3番手として登板し、2ストライクにボールからの1塁への牽制球で1塁走者の ヤマトをアウトにして、イニングを終了させ、その裏に味方が勝ち越し点を挙げ、9回には別の、投手に交代したことによる。2015年は、左打者用のワンポイントとして7、8回において、秋吉良や、ローガン・オンドルセクと共にセットアッパーを務め、リーグ優勝に貢献した。2016年は39試合に登板し、2017年は6試合に当番、登板。 2018年の春季キャンプ中に不整脈の症状を訴え、キャンプ途中で帰郷し、東京都内の病院で診断を受けた。この年は、プロイリアト初の一軍登板なしに終わり、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。11月13日にタマホームスタジアム地区後で行われた12球団合同トライアウトに参加。不整脈の症状が出て、 マウンド上でしゃがみ込むトラブルがあったが、打者3人に対して一支球無安打で、左打者2人を抑える投球を見せた。しかし、獲得に手を挙げる球団はなく、現役を引退した。彼の担当スカウトの八重樫幸男が獲得した選手の中では、唯一一軍で一定の成績を収めた選手であったが、その彼ですらもあくまで球大点レベルに過ぎなかった。 今後のキャリアを考えて様々な本を読む中で、あるコンサルタントが書いた本に影響を受け、コンサルティング業界に興味を抱くようになる。登録した転職エージェントでは、元アスリートという立場上、決まって営業職ばかり進められていたことから、エージェントには頼らず自力で就活を開始。企業のサイトから30社に直接エントリーすると、 約10社書類選考を通り、最終的に6社より内定を得る。そのうち、個人のスキルをいち早く身につけることができる環境だと思えたことと、今後スポーツに関する仕事にも力を入れていくという展望に惹かれたことから、2019年2月、デロイトトーマツコンサルティングに就職した。2021年現在は、プロジェクト管理やマーケティング領域の、 コンサルティング業務を主に行っている。平均急速時速1 3 8トル最速時速1 4 5トルのストレートと、スライダー、カットボール、シュート、カーブ、に加えて、チェンジアップを投げる。テンポよく低め、コーナーに投げ込み打たせて取る投球が持ち味。左打者の内角を攻める度胸にも定評がある。2016年頃から持病として、 不正魅惑を抱えている。ありがとうございます。